敵ゲリラはアルゼンチン出身のマルクス主義革命家、チェゲバラの姿を撮影した写真。1960年3月5日にアルベルトコルダが撮影した。20世紀において最も多くの複製が行われた写真とも言われる。1960年3月4日にキューバハバナ港においてベルギーから輸入された武器。 弾薬70トンを積載した蒸気貨物船、ラクーブル号が爆発する事件が起きた。爆発は2度に及び、港湾労働者、消防士を含む81名が死亡、数百名が負傷する惨事となり、翌5日、羽ばな市のコロンボ地において追悼集会が行われた。この時、キューバ政府閣僚の一人として、演壇場に上がっていた。 ゲバラの表情を捉えたものが英雄的ゲリラである。この写真が撮影される直前、壇上では、ピデル・カストロが爆破事件の詳細を説明しており、他に、ミ色シエン・フエゴスや、フランスから招かれていた、思想家のジャンポール・サルトル、シモーヌ・ド・ボーヴォール等、多数の閣僚及び来賓が、壇上に上がっていた。その中でゲバラは後列に立ち、 撮影者のコルダは、縁談より10メートルほどの場所から厨房縁カメラを構えていたため、その姿を確認することはできなかった。しかし11時20分頃、詰めかけた聴衆の様子を見ようとゲバラが、前列に歩み出る。およそ30秒ほどで再び元の位置に戻ったが、この間に、コルダはその姿を捉えた2枚の写真を撮影した。壁の前に、 決戦で描かれた肖像。ハバナ革命広場。当時、レボルシオン紙の写真記者であったコルダは、この日撮影したすべての写真を、編集部に送ったが、ゲバラの写真は掲載されなかった。しかし、コルダ自身はこれを非常に気に入り、英雄的ゲリラと題をつけて、自身のスタジオ内に貼っていた。以後長らくこの写真が、 一般に公開されることはなかったが、1967年、イタリアの出版王であり、共産主義革命家でもあったジャンジャコモフェルトリネッリが、キューバ共産党中央院アイデ、サンタマリアの紹介で、コルダスタジオを訪れる。ゲバラの写真を求めてやってきたものであり、フェルトリネッリはスタジオ内に貼られていた、英雄的ゲリラを一目見て、木に、 入り、二枚の焼き増し写真を譲り受けて、イタリアに帰国した。その数ヶ月後、10月9日に、チェゲバラ自身が、ボリビアでのゲリラ活動中、ボリビア政府軍により捕獲、処刑されたことが発表されると、フェルトリネリは譲り受けた写真を、ポスター化し、一般に向けて販売した。また、キューバ政府では、その死後直ちに写真を肖像化し、 その追悼集会においては、フィデル・カストロが巨大な家の前で演説を行った。これらにより、英雄的ゲリラは、初めて世人の目に触れることとなった。ジム・フィッツ・パトリックによる、英雄的ゲリラこの時期、ヨーロッパでは、左翼的反体制運動が、大きな潮流を作っており、その中でポスターは、大きな反響を呼び、イタリア国内だけで100万枚以上を売り上げた。 その後、英雄的ゲリラは様々に改変され、世界的に伝播する反体制運動の潮流とともに、その象徴として広まっていった。1968年には、アイルランドの現代アーティスト、ジム・フィッツ・パトリックが写真に、ネガティブ加工を施しベレーの少佐章を右に傾け、背景を赤く塗ったポスターを制作。 同年フランスで起きた5月革命のシンボルとして使用された。フィッツパトリックはこの作品が広く使用されることを望み著作権を放棄したため、二次改編による作品、商品が飛躍的に増加し、アンディ・ウォーホルも色調の異なる9枚のフィッツパトリック作品をシルクスクリーン転写した作品を発表している。1970年代に入り、 反体制運動は一時に非して沈静化したが、その後も革命的ゲリラはファッションにおけるデザインの一つとして定着し、その思想に全く関与しない形での仕様がしばしば見られるようになった。2008年には英雄的ゲリラの撮影から流行化に至るまでを描いたドキュメンタリー映画、チェーボリューションが制作された。撮影者のコルダは生前、 ゲバラの思い出を伝えたいと望む人々や、世界の平和目的に写真が複製される限りには、反対しないと述べており、英雄的ゲリラの著作権を明確に主張せず、各種の二次的著作物から生じた利益も受け取らず、創造的著作物に対する、著作者の権利を国際的に定めたベルヌ条約を、キューバが批准した1997年以降においても、一切請求しなかった。 ただし、唯一2000年に、イギリスの酒造会社ディアジオが、スミノフウォッカの宣伝に利用しようとした際には、ゲバラ自身が酒を飲まない人物だったこともあり、ゲバラに対する冒頭であると強く反発、訴訟に発展した。この裁判は、会社が、コルダに対し5万ドルの赤い金を支払い、宣伝を取りやめることで決着している。なお、 キューバは著作者の死後50年までを著作権母語の期間としているため、公的には英雄的ゲリラの著作権は2051年12月31日まで保持される。ありがとうございます。